おはようございます、前回の動画の続きになります。前回の動画まだ見てない方は先にそちらから見ていただけると嬉しいです。で、前回は彼女に振られたけどやり直したってところで終わってましたね。で、前回は最後うちの母親が出てくるって言ってたんですけど、まあこれは母親の問題でもあり僕の問題でもあるんですけど、その彼女と付き合うようになってからテストの点数が下がってきたんですよ。まあ彼女と遊んだり、まあそのやんちゃグループとつるむようになってからあからさまにテストの点数が下がっていったんですね。で、それを親はよく思ってなかったみたいなんです。で、親は僕が付き合ってることは知ってたんですよ。というのも、まあ彼女とメールでやり取りはしてたんですけど、母親の携帯を借りてやり取りしてたんですね。自分の携帯を持ってなかったので。で、もちろん親に、その見やんといてやとは言ってたんですけど、まあ絶対その見えるじゃないですか。まあだから絶対知ってたと思うし、まあちゃんと名前で登録してたんで、どういう子かっていうのも知ってたんですね。で、僕地元が田舎で学年がね50人ぐらいしかいないんですよ。で、幼稚園、小学校、中学校って全員メンバーが一緒やって、でも本当に自分たちはもちろん親も全員子供たちを把握してるって感じなんですよ。だからつまり僕の親が陽キャギャル彼女と付き合ってるってことも分かってるんですね。だからまあ親からしたら、え、なんでうちの子があんな高等って思ってると思うんですけど、だからそれも多分あんまりよく思ってないんですよね。なんかまあちょっとやんちゃ系の彼女やったんで、多分母親的にはもうちょっとおとなしめのことを付き合っててほしいっていう気持ちもあったんだと思います。で、そんな中事件が起こりました。彼女と友達カップル4人で花火をしてたんですね。で、そろそろ帰ろっかってなって、まあ、帰っていて、で、彼女とかみんなと別れる直前に母親にばったり会ったんですよ。で、親が遠くから自分を見つけてきてバーってこう走ってきたんですよ。で、あんた何時やと思ってるのってすげえ怒鳴られて、多分その当時9時か10時ぐらいやったと思うんですけど、なんかその場でめちゃくちゃ怒られたんですね。本当に何時やと思ってんの、心配したんやでみたいな、もうすぐ警察呼ぼうと思ってたんやからなってすげえ怒られて、まあ、彼女に対しては矛先は向かなかったんですけど、自分に対してなんかすげえ怒られて、でガーって腕持ってこう家に連れて帰られたんですね。で、まあまあそれを彼女はまあ見てたわけなんですけど、で、まあそういうことがあって彼女が僕の母親宛てにメールで、まあゆうゆうのお母さんへ、私たち別れた方がいいですかってなんかメールを送ってたんですよ、僕の知らないところで。で、親も知らん間に返信してて、できればそうしてくださいって返してたんですよ。で、あ、もう別れるかもしれんってなって、その話を友達に相談してたんですね。で、そしたら友達が、いや、絶対俺らが別れさせへんから任せとけみたいな感じで言ってくれて、なんか俺それがもうめっちゃ嬉しくて、なんか感動したのかな。なんかその時音楽の授業の直前やったんですけど、あの僕音楽の授業で歌ってる最中に号泣してしまって、なんかそう友達がそう言ってくれたことに対してなんか号泣してしまって、でその姿を見て彼女も泣くっていう、なんかそういう状況になってたんですけど、で、そしたらね、その次ぐらいの歌が「トゥモロー」っていう歌歌ってたんですね。で、そしたらあのその「絶対別れさせんからな」って言った友達とは別の友達、ちょっとやんちゃな、ちょっと調子乗りな友達が俺の肩ポンって叩いて、涙の数だけ強くなれるんやでって言ってきて、あの涙がちょっと引いたのは覚えてます。で、まあそんな感じで周りの友達からも助けてもらいつつ、まあ、関係はなんとか続けれてたんですけど、まあ長く続くはずもなく、まあ決定的な事件が起きるんですね。で、その日はね土曜日で野球部の練習が午前中だけあったんですよ。あ、僕中学校は野球部やったんですけど、で、その後にバレー部が体育館で試合をやってるから見に行かへんって友達に誘われたんですよ。
で、僕の彼女もその友達の彼女もバレー部やったんで、まあ、一緒に彼女の試合見に行こうやみたいな感じで体育館に行ったんですよ。で、そのまあ体育館のあの上のところで、まあ、1時間ぐらい見てたら、彼女たちが血相を抱えてこっちにやってくるんですよ。で、まあ勘の言い方なら、まあ、この辺でも察してると思うんですけど、まあその通りで、ゆうゆうのおかん体育館の下に来てるでって言ってきて、で俺ももう焦ってバーって下降りて、その母親の元に行ったら、もうなんか仁王立ちで立ってたんですよ。で、まあ案の定ブチギレ、練習終わったらすぐ帰ってこなあかんやろ、心配するやろってめちゃくちゃ怒ってて、で今回はその怒りの矛先が友達のじゅんちゃんの方にも行ったんですよ。じゅんちゃんも早く帰ってこなあかんやろって、お母さん心配してるやろってすごい怒ってたんですね。で、まあその様子を、まあちょっと離れたところで彼女たちはその見ていたんですね。で、その夜彼女からメールで、怒られてた時なんでじゅんちゃんかばわへんかったん、なんで黙ってるだけだったん、友達やったらかばうやろ、もう無理、別れよって言われて別れました。いや当時はね、ほんと母親のことが怖くて、もう抵抗とか反抗とか一切できなかったんですよね。もう怒られるがままって感じで、その怒りの矛先が友達に行った時も、そう、自分は黙ったままやったんで、それが彼女的にはなんか許されへんかったみたいで振られましたね。まあこれらの一連の出来事があってから、学校の一部ではゆうゆうのおかんやばすぎ怖すぎみたいな噂が立ってたんですけど、まあうちのおかんはそうですね、本当になんか過保護で、まあ結構本当に心配心配っていうのをなんかよく言ってましたね。だからうちの家庭と、まあ彼女側の家庭とか、まあ彼女を取り巻く環境、友達の家庭が、まああんまり合わなかったのかな。多分彼女側は割と、まあ、ルーズというかね、もうちょっと緩い感じの家庭やったんで、そういうのは大丈夫やったと思うんですけど、なんかね合わなかったですね。まあこんな感じで僕の初彼女は終わったんですけど、これが 3,4 ヶ月ぐらいの出来事で、本当に濃い期間でしたね。付き合った期間は短かったけど、すごい濃密な時間で、であとちょうどあのテレビドラマでルーキーズっていう野球ドラマが始まったぐらいに付き合って、終わったぐらいに別れたんですよね。でその主題歌の、グリーンの奇跡かを当時はみんなめっちゃ聞いてたんですけど、なんかその奇跡を聞くたびに今でもなんか当時の彼女のこととかいろいろ思い出しますね。まあみんなも彼女との思い出の曲って、まあ、1曲ぐらいあると思うんやけど、まあ、俺はグリーンの奇跡が、まあ、1つあるかなって感じです。はい。ちなみに今彼女は新ママで頑張ってるみたいです。なんか4年くらい前に純ちゃんと3人でご飯行ったんですけど、まあなんか大変ながらも頑張ってるみたいでしたね。はい。ということで初彼女の話でした。最後まで聞いていただきありがとうございました。